ついに登場しましたロシアのカミラ・ワリエワ選手。今週はグランプリシリーズ第2戦カナダ大会、フィギュア大国ロシアから今シーズンシニアデビューを果たしたワリエワ選手が登場。本日行われた女子ショートプログラムではトリプルアクセルを含めた全てのジャンプを完璧に決めるなどパーフェクトな演技を披露。世界が注目するその点数は驚愕の 84.19。 グランプリシリーズデビュー戦でありながら世界歴代2位の高得点をマークし、当然首位で折り返し。ちなみにワリエワ選手が男子のカテゴリーで出場していた場合、 PCS を補正してやるとその点数は異次元の 93.22。 これは今大会男子ショートプログラムの4位に相当する点数です。頭おかしくなりそう。全ての人類を絶望の淵に叩き落とす勢いのワリエワ選手、運命のフリースケーティングやいかに。